消費者庁です。自動運転によりご案内しております。ご案内する内容に従って電話機を操作してください。なお、個別の消費者トラブルのご相談についてはお近くの消費生活センターをご案内する直番なしの188番消費者ホットラインをご利用ください。また消費者庁へのお申し出、ご意見を受けたまわる窓口へ転送いたします。これから先は通話内容を録音させていただきます。このまま続ける場合は1をもう1はい、消費者庁ご意見受けたまわり窓口でございます。あ、すみません。はい、あ、はじめまして。こちら、東京高市大麻党連邦捜査局という政治団体やっておりまして。はい。それで、まあ、言ったら、既存で言うところの、まあ、厚生労働省法令の大麻ってあるじゃないですか。はい。まあ、いわゆる違法薬物的な話なんですけどね。はい、まあ、それで、ちょっと僕ら、それの活動しておりまして、代表の山崎正幸と申します。はい。あ、それで、ちょっと確か、特許庁やったかなから、その、WIPO っていうの、WIPO っていう、国際地位の、ところに、はい、まあ、僕らのその活動の成果等を、まあ、書いて、それで国際地位登録したんですね。その、大麻って既存では言われてるけども、みたいな。で、まあ、僕もかなり法律やらいろいろ勉強して、まあ、それで植物分類学上、その、既存の大麻取締法で取り締まっているのは、カンナビスサティバエルっていう品種の一つだけやないかっていうことで、まあ、それで意見まとめたみたいなんですね。その、厚生労働省でもいろいろ意見まとめたしてるから。それで、まあ、今後は使えるようにしていくみたいな感じですけど、まあ、それが、まあ、特定品種からサティバエルなんですね。その、厚生労働省法令によると。んで、僕ら政治団体やっておりまして、その国際知財登録の内容、それ以外の品種、の、まあ、研究は仕方ないけれども、みたいな。流通に関しては、その、めちゃくちゃになってしまったら困るから、こっちも。その、我々が、もう、専用の形取らせてもらうぞっていうので、その、まあ、言ったら、総務大臣から、その、ハンコもらってるんですね。印鑑ついてもらってるんですね。規約、まあ、規約って言ってもあれですけど、まあ、公文書で、その内容が、その、流通、浅香、バラムク浅香の植物、なんですけど、まあ、それで、まあ、属分けと、種属と分けていくと、どの大麻取締法で取り締まれる、その品種っていうのは、まあ、一種だけなんですね。それで、まあ、話をちょっといろいろ広げていって、それで、まあ、その、法定されてないやつがあるやないかっていうので、それの流通権限を、もう、総務大臣から印鑑もらってると。はい、それで、なんや、インターネットとか、まあ、ツイッターが多いんですけども、ですか。まあ、それで、何や、勝手にちょっと僕の知財を元にして、商売超えてる奴らが、1500業者ぐらいいてるのかななんか、1050だったかないてて、僕らそれのどこにも関与してないんですね。それで、まあ、既存で言う、まあ、その、大麻、成分に、なんか400種類ぐらいなんかいろいろあるんかななんかその、化学物質みたいなのがね。それら規制されてないやつがもう全部国際知財でうちのもんやからなっていうので話まとめたんですね、僕。その、まあ政治活動やから、まあ参政権持ってしっかりちょっとやっていって。まあそれでも、もう勝手にそれを使ってやってる奴らがいてるから、もう注意勧告いっぱい飛ばしてるんですけれども、アマゾンとか、なんかその、なんかのリキッド売ってる奴らとか、なんかでも態度がちょっと舐めてると思う。それで、まあなんや、述べますね。すいません。まあ言うたら、その、僕の知財に、僕らの知財にあやかって、勝手にその触んだと、厚生労働省もそれで困っとるんですね、言うたら。まあたまに事故起こしたりする、運ばれたりする奴らがいてるからっていうので、で、僕らは慎重にやるために話、ちょっと厚生労働省と話進めてるんですけど、だから、それが長くなるのが分かってたから、こっちとしては、もう流通権限だけ抑えたんですね、言うたら。それやのになんかその知財だけをなんかもう、乱用されてる形なんで。知財が乱用されてる。知財、だから知財、言うたら、まあ、分かりやすい例えで言ったら、例えば、建築物の図面を僕が書いたと。はい、まあ、音楽で言うと楽譜を俺が書いたと。はい。それを勝手に演奏されて商売こかれてるっていう状態ですわ、言うたら。まあ、著作権、まあ、基本的人権ですね、言うたら。はい、まあ、知的財産権やから。
それらを勝手に流用して、なんか、その応用も禁じてるんですけど、その文面ではね。はい、まあ、それで、なんか、勝手にやらんとってくれっていう話ですわ。はい。まあ、そういう意見があって、まあ、それをちょっと、できる限り推し進めてほしいんですね。はいはいはい。まあ、その、言うたら、選挙管理委員会から裏取れますわ、全部。まあ、取ってもらっても結構ですわ。はいはいはい。はい、まあ、まあ、それだけなんですけど、言うたら。はい。わかりました。お願いしますわ。鉄砲呼ばということで、はい。お願いします。はい。はい。すいません。はい。ありがとうございます。はい。失礼します。はい